寿司だ。はい、どうもこんにちは。今回はちょっと続けてなんだけど、この寿司だっていうゲーム、タイピングゲームなんだけど、なかなかね難しいのよ。難しいっていうのが、実況しながらできないの。だから今回は実況をしながらタイピングをするパターンと、実況しね無言のパターンでどれぐらい差ができるかで、これを一回検証してみようかなと思います。で、とりあえず実況しながら一回やってみますんで、集中。ふう。さあ、行きまーす。さあ、このレーンに沿って例に沿ってこのタイピングのあれですよ、タイピングを入力するお題が流れてくるんですね。で、今の場合例えばイクラがほら流れてきてる。あ、またなんだこれは、甘エビかな。これが流れてくる間にそれを打つという、そういうゲーム性があるんですよ。なんで、あんまり喋ってると全然タイピングに集中できずに、こういう風に、あ、これはチャンスタイムです。桃を連打打ちして、その桃の打ち、ということになりますね。アメリカンショートヘアの意味が分かりません。で、こうもう実況を忘れても、こうタイピングのお題をずっという流れになってくると思うんです。実際そうなんですよ。シリ滅滅といつはもうどっちか止まっちゃうんですよね。あ、でも女性はあれらしいですよ、こういうの得意らしいですよ。電話しながら、よくあるじゃないですか、電話しながら何かができるって、作業ができるっていう風に言われてるらしいんですけど、それはね、男と女で脳の作りが違うみたいなんですよ。なので、何かをしながら、何かできるっていうのは女性は得意みたいですけど、私逆に男性はそういうことは苦手らしいです。女性ではないので、こういったことはすごく苦手の出願中です。やべ、全然十三。マジか。いやー難しいね。で、ちょっと連続でいくよ。カットせずにこのまま無言になります。はい、どうぞ。
はい。ですよね。836回平均タイプ数 5.5 のミスタイプ16回。ランキングは、1000入れなかったね。いや、これぐらい差あるんだよね。やばいね。全然、ちょっと後で自分でも見返したいと思うけども、実際これぐらい違うんで、参考になるかわからないけど、みんなぜひ一回、試さなくていいけど試してください。以上です。はい、ありがとう。バイバイ。